通の、アクセサリーを作ってる人じゃ手に入らないような、お金の種類を、アクセサリーに落とし込むっていうことが、アピールポイントだと思います。タニクッションは人に驚きとお部屋に彩りをもたらす新しいツールだと思っています。植物をただ飾るだけじゃなくて一歩先の飾り方というか植物の楽しみ方みたいなものをですね、発見してもらえたらいいなと思います。町の花屋さんではあまり並ばないような植物を揃えました。面白い植物があると思いますのでお楽しみください。すべて自分の手元でドライフラワーにしたものを日常のインテリアとして使いやすいようにボトルに詰めたのが今回の作品です。ラブグリーンとして初めてのポップアップイベントなんですが、普段一緒にならないような素敵なたくさんのアーティストさんとショップさんに集まっていただいて、たくさんの展示をされてますので、ぜひ遊びに皆さん来てください。